チームのさっきから聞いてると、エゴモでグローバーなので、レゲエが好きということを大変聞いておりますので、私もレゲエの曲を歌いたいと思いますので、私もあの結婚したこともありませんですし、もうそういったことはありませんけれども、あの一番初めに何の言葉を発したか覚えていませんけれども、きっとその言葉を聞かれた時にはご両親や、またこれから生まれてくるユースたちの子供たちもその言葉を発した時にご両親をとてもあの記憶に残ると思うんですね。その時のことを思って歌った曲を歌いますので、どうぞお聴きください。
Gracias.